どうも、いなりっしゅマスク TV のお時間です。今日は突然ですけども、ラブレターを書いてみようと思います。いなりっしゅ、まあ、ラブレターといってもですね、まあ、ある特定の個人ではあるんですけども、異性に対して、送るわけじゃございません。いやいや、こっちじゃないですよ、こっちでもないですよ、はい。いわゆるですね、アーティストさんに、まあ、今度ちょっと一緒にお仕事してもらえませんかという、そんなですね、ラブコールを込めたラブレターを書きたいと思います。さあ、そんなわけでございまして、今日ラブレターを書く相手はこちら。じゃー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 じゃらー、ゴンケン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 、はい、 TM レボリューションさん、ね、西川貴教くんでございます。まあ、どれぐらい僕が好きかっていうと、ほら、同じ、はい、僕の2枚目のシングルですね、15周年記念シングルイグニッションのジャケットでも、まあ、ほぼ同じ格好、ほぼ同じ角度で撮ってるですね、そんな西川さんに、まあ、今後一緒にお仕事をする機会をくださいという、そんな思いを込めたラブレターを書きたいと思います。まあ、ただですね、どれぐらい好きかっていうのですね、まあ、書く分には本当にただのファンレターになると思いますので、まあ、いかにね、他の人とは違ったラブレターを書くかということでございまして、今日はこんな手法を取り入れてラブレターを書こうと思います。じゃーじゃーじゃーじゃらー、ゴンゲン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 、はい、本家取りでございます。はい、まあ、本家取りっていうのがですね、一体どんなものなのかと、いうことですね、ご説明したいと思いますが、まあ、簡単に言いますと、和歌の時代、はい、古今和歌集の時代にですね、万葉集の歌を、はい、まあ、一句、もしくは上の句のね、一句、もしくは二句を取って、まあ、新たな歌詞をつけるという部分で使った、和歌の技法でございます。まあ、今の時代でもですね、まあ、そういった技法を使って作った曲があります。ちょっと参考に、こんな感じにやるんだよっていうのをですね、皆さん、聞いていただこうと思います。まずは元歌。じゃあこれから。えい。はー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 。はい。これね、モトリクルのライブワイヤーって曲でございます。まあ、これを元歌にして歌を作るとこんな感じ。はーにゃ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 ーはーにゃ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 ーはー。はい。これビーズのギメアラブっていう曲です。ね、もうめっちゃ聴きましたよ、この曲。はい。さあ、そんなこんなでですね、そんな TM さん、TM レボリューション西川さんの有名な曲で、まあ、本歌取りをするのが一番いいということでございます。ちなみにですね、そのネバー調べでいきますとですね、はい。TM レボリューションといえばという曲で、一番はダントツでホワイトプレスだそうですね。まあ、確かに切なさを中に出させてほしい感じはございますけども、はい。まあ、ぜひそんな人もお待ちしてますけども、はい。まあ、その曲以上にですね、その西川さんを、ね、想像する超有名な曲がありますので、まあ、それを、まあ、ここで一曲カバーをしてですね、ラブコールに変えたいと思います。では、行きましょうか。ひなりっしゅ、ラブコールまで、3、2、1、シャーシューリキーイナリーシ、皆様のチャンネル登録お願いします。はい、というわけでございまして、西川さんに届くように、いや、むしろエステーさんにも届いたらですね、企業 CM もぜひお待ちしております。いなりっしゅ。